はい、ということで、次は夢の途中。まさに我々が今その夢の途中なんですかこれは。だんだん後半に行くにつれてちょっとテンションが、はい、どうやっていこうかっていうのね、ネタがなくなってきてがむしゃらに、まあ、夢の途中ということで、うん、はい、まあ、この曲はメンバーの忘れられない恋愛というのをですね、テーマに6人がそれぞれですね、経験した恋愛を、まあ、物語にして、はい、持ち寄ったんですけど、はい、それをね、作家さんと一緒にやって、まあ、形うまく組み取って形となったのが今のこの歌詞なんですけど、はい、本当にめちゃくちゃ6人が思ってるリアルなことなんで、いや、はい、ちょっとあれメールで送りました、物語に書いてあるメールで、はい、メールで送りました。結構セキララに書いてましたよね。みんなセキララでしたね。情景も浮かぶようにとか、なんかちょっと小説のプロローグを、うん、書いてるような感じだったんですけど、マジでリアルですよね。めちゃくちゃリアルです。本当になんか自分の言葉で書いてたじゃないですかみんな、うん、だからなんか結構なんて言うんだろう、それ読むだけでも結構なんかエモい感じありますよね、うん、うん、なんか僕空港設定だったんですよ、はい、飛行機で遠距離恋愛設定だったんですよ、設定というかその経験だったんですけど、うん、はい、リンクしすぎて、うん、ちょっとライブで歌うの怖いっす。泣いちゃう、なんかこういっちゃいそうだなっていうぐらい。確かにこれだって結構ありますね、本当それは、ね、メンバーそれぞれめちゃくちゃ歌い方、うん、なんか特別な感じしないですか、夢の途中だと。なんか違う、ね、だって自分のことを歌ってるわけじゃないですか一応、みんなそれぞれがそれぞれ自分のことを感じながら歌ってるんで、やっぱり感情は入りますよね、ね、うん、まあね、他の曲もちゃんともちろん入ってるんだけど、うん、この曲に関してはもうなんか、ね、よりというより感情がこもってます、ね、リアルすぎちゃって、まあ、作詞したと言っても過言ではない、言っても過言ではないけど、僕らの気持ちをまとめて書いてくださったわけなので、そうですね、まあ、物語出すときに一回出したんですよ、まあ、マネージャーさんに僕は、うん、出したときにもっと来いとマネージャーさんに言われて、もっとリアルに、もっとリアルに来い言われて、その時の情景だったり、そう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 、感情とかっていうのをね、で、うん、ブラッシュアップして書いたらもう褒めてもらったり、うん、そういう裏話もありますね。めちゃくちゃリアルに、俺空港のトイレで泣いたとかリアルだな、リアルだ。母ちゃんのおにぎりを食べながら飛行機の中で上京する時に泣いてたみたいな。はい、そんな本当にメンバーのですね、うん、めちゃくちゃ感情のこもった楽曲なので、ぜひ聞いてください。